皆さんこんにちは、ナリ TV です。本日はなんと稲妻イレブン GO ストライカーズ2013、こちらの方の実況と言いますかね、アフレコになってるんですけれども、こちらの方やっていきたいなと思います。本当はね、実況やってたんですけれども、なんとね、録画ねしてたと思ってたやつはね、撮れてなくて、急遽今、アフレコという形で動画の方に声載せてます。だからね、結構ね、時間は17分ぐらいの動画なんですけれども、喋ることいっぱいあるんだけど、うまく喋れるかなっていう感じです。まあ、あとですね、この、ナリ TV のちょっと音声いらないから、ストライカーズの映像だけ欲しいっていう方は、一応ですね、サブチャンネルっていうか、裏ナリ TV っていうやつがあるんですよ。まあ、ちょっとほとんど言ってないんで知らないと思うんですけれど、まだ登録者もね10人もいってないんですけれども、そちらの方に、この音声なしの動画を一応載せようかなと考えてますので、音声いらねえなーと思った人はぜひそちらの方で見てください。確かにね、こちら音声オフにすればねいいんですけれども、そうするとゲームのね、音まで聞こえなくなっちゃうんで、そちらではねゲームの音をしっかり聞けて、そしてこのナリ TV の俺の声がない、最高じゃんみたいなねそんな状況にしておきますので、ぜひねそちらがいいという方はそちらの方を選んでみてください。リンクは貼れるかな、わかんない。後で作るから、ナリ TV 裏ナリ TV っていうやつのリンクだけ説明欄に貼っとくんで、よかったら覗いてみてください。さあね、実はね結構前なんだけれども、このイナスト最初の頃出してた頃に、あの時だとアレスの天秤かなが登場、発売されるまでにはこのイナストクリアしますねみたいな感じで動画始めたんですよ、実は。とそんな時もあったんですけれども、そっからねもう結構時間経ってたんですけれども、そしてアレスの天秤ではなく英雄たちのグレートロードということになって、もう時間はねもうたっぷりあるんで、もう早くてあと2年、出したら3年ぐらいあるんで、のんびりねクリアしていきたいなと思います。でこちらはね、ゴーストライカーズ2013の方なんですけれども、2012、あちらの方も、ちょっとクリアは一応してるんだよね。してるんだけれども、やっぱり全部のね、キャラクターをコンプリートするところまでね、まず行ってみたいなと思いますので、なんかね、こっちの2013と2012が混ざると、ちょっとごちゃごちゃしちゃってわかんないかもしれないんだけれども、そんな風にやっていきますので、よろしくお願いします。まずね、改めて英雄たちのグレートロード、2013年発売決定なのかな、おめでとうございます。一応ねもう気持ちは発売決まるという気持ちでやっていきたいなと思うんで、なんとかねレベル5さんの方には、まあ、せめて2023年度内のうちに発売してくれればなと思います。ね、ちょっと前の動画でも言ったんですけれども、そう思います。そして発売されたらやっぱり一人でね、進めていくモード、さらにはなんかオンラインでなんか友達 と進めていくのかな、ちょっとそこら辺まだわかんないんだけれども、おそらく対戦っていうモードは結構あって、あちょっと話ずれるけど SD の時なんかね、e スポーツにしたいなんて言ってたんで、まあ、全然ね1年も経たずにサービス終了したんで、e スポーツどころじゃなかったんだけれども、もしかしたらね、まあ、正直言うとね、e スポーツは狙わなくていいのよ。なんでかっていうと、それを狙いすぎて発売日が遅れるとかね、延期とかね、日野社長のね、いや e スポーツにするためにちょっとブラッシュアップしたくてっていうのはね、正直聞きたくない、まあ、とにかく発売して、で例えば2作目で e スポーツに向けてブラッシュアップしました、さらに、新しい稲入れ新シリーズ始まったんでそちらの要素も入れましたっていうのがね正解だと思います。とにかくまずは出そう、それがねちょっと完成度低くても日野さん出しましょうよっていうまたこの話してんのかって話なんだけれども、そしてまあまた話戻るんだけれども、英雄たちのグレードロード、そしたらオンラインでとにかくねプレイをしたいんです。まあ正直ね、僕自身がすごい攻略するタイプとかそういう系の人間ではないので、まあ正直したいこともあるんで、したいんだけれども、やっぱりね、みんなと一緒で、いつも言ってるけど、その時間配分がね、なかなかうまくできなくて、仕事やって、YouTube やって、YouTube もこのナリ TV の他に、よしなりチャンネルもあるし、実は他のチャンネルもあるしっていうことで、そちらの動画を作ってっていう風にやってると、なかなかね、攻略っていう時間が取れなくて、
して一応ね、あの嫁と小学3年生2年生の子供がいますんで、そちらの相手っていうかね、まあ、当たり前のことなんだけれども、そっちを一番大優先に一番優先してますので、そうするとなかなかね思うように攻略っていうのができなくて、どちらかというと本当にプレイしているのを垂れ流すような感じになっちゃうんだけれども、そういう中でね、みんなとこう交流しながらいろいろとね情報交換できたらなと思ってます。ですので今までね結構わかるんだよ、俺なかなかねこう実況とかあまりやらないからあまりとっつきづらかったのかなと思います。特に年上なんで、これ見てるみんなはね随分若い、本当にね自分より半分ぐらいの年齢の人が多いんだよね、本当にね10代から25歳ぐらいまでの人たちが、このチャンネル見てくれてるほとんどの方なんで、まあ上の方はもちろんいるんだけれども、結構上もいるんだけれども、多分ね上の方になるとその親のアカウントなんかを使って見てるのかなと思うと、やっぱり10代っていうか、もしかしたら10代でもなくても本当に、一桁台っていうかね、10歳未満の子供たちも見てくれてるのかなと思うと、なかなかねこのまあおっさんにおじさんにどう接していいのか分かんないと思うんだけど、まあのね俺わりかし怒らないタイプなんで、何言われても大丈夫なのよなんかよく分かんないけどさ、だからねすごく気軽に接してくれれば、なんか近所の近くにいるおっちゃんぐらいな感じでね、おっちゃん、まあ、お兄さんでもいいんだけれども、そんな感じで気軽に、接してくれればいいなと思います。だからねぜひ買ってオンラインでプレイできる時なんかはね、こちらも情報公開していくんで、どんどんオンラインでプレイ、それからね自分の場合ね一緒にやるイコール動画になりますんで、そこら辺を了解していただける方はね一緒にやりましょう、ぜひ。そしてね一緒にこのイナストっていうのね、すごく、まあ、イナストじゃないね、新しく英雄たちのグレートロードをね盛り上げれたらなと思います。そこでねもう一つ自分はねほとんど他の YouTuber の方の動画って見ないよ、まあ、理由は最初言った通りこう時間配分していくとなかなかね他の方の動画を見る機会っていうのがなくて、どういう動画を作られてる方がいるっていうのが分かんないんだけれども、おそらくねイナズマイレブンっていうのを動画作ってるって方もね結構いると思うのね、やっぱり人気コンテンツだと思うんで、ぜひね一緒にねそうコラボとか、いや本当コラボとか、あと何でろうね一緒になんかできるようなことがあれば大会とかね、ぜひどんどん声かけてください。例えばね自分の登録者が少ないからなんていう人はね全然気にせず来てください。むしろねこれからじゃあ英雄たちのグレートロードが発売するから、じゃあ自分も YouTube やってみようかななんて思ってる人たちはぜひねこのチャンネルでねきっかけにして自分のチャンネルをもしね伸ばすことができるんだったら全然それに使っていただいて構わないので、まあ、なんでそんなこと言うのかっていうと、やっぱりね自分他の人との接点がなさすぎて、やっぱ盛り上げようにも盛り上げれてないっていうかね、やっぱすごい狭い、人たちっていうかね、ちっちゃい世界で、ね、やっててもやっぱり稲妻イレブン全体のその知名度っていうか、まあ、知名度はあるんだろうけれども盛り上がりにね貢献できないなと思って、ぜひねいろいろと貢献していきたいなと思います。 SD の時もね考えたんだけど、時はねやっぱりあまりにもね多分他にもいっぱいいたんだろうけれども、若いんだよね、やっぱスマホでやるっていうゲームなんで、若い人たちが本当に若い人たちなの、多分スマホを手軽にできるからだと思うんだけれども、やっぱり スイッチとかさプレステ4とかになるとやっぱり機材も揃えなきゃいけなくなっちゃうだろうし、いろいろとやっぱり手間がかかるんで、本当に若い人たちよりはやっぱりいくらかね自分で、バイトなり稼いだりとかしてるっていう感じになればやっぱり20歳前後ぐらいになるのかなと思いますので、ね、ちょうど稲妻イレブン好きで、高校生中学生高校生ぐらいの人もねあと2年3年すればそれなりに大きくなってっていうのがあって、やっぱそういう人たちの方がどっちかっていうとまだねこの接しやすいっていうかね、やっぱ気軽に来てくれって言われてもねやっぱりね中学生ぐらいだとどうしてもねお互いに探り合いになっちゃってあまり良くないのかなと思うんで、ぜひともね少し、発売されるのはまだもう少しありますので、皆さんも今見てるみんなが少しずつ大人になっていけば、まあ、俺もおっさんになってんだけどね、
話ね少しずつ会いやすいっていうか、今のうちにねうちの動画をいっぱい見てもらって慣れてもらって、ぜひ、あ、だからコメント欄はねもうどしどし言ってください。あの返信はね必ずしも早くはないです。ただしあの絶対目は通してますので、皆さんぜひねあのコメント欄でもう今からのうちから、いろいろと仲良くなってね、その発売した時に、いつもコメントしてる何々ですなんて言うと、もう、あ、もう話早いじゃないですか、もうすぐつながれるんで、そんな感じでぜひねやっていきたいなと思います。まあね、オンラインプレイは本当に楽しみにしてて、まあクロスプレイとかが、ね、出るのがどうなのかなっていう感じで、自分の場合のね前も言ったようにプレステ4、まあプレス5なのかな、それだととってもねあの配信なんかも楽なんだけれども、うん、まあできればねスイッチだけでやってもいいのかな。やっぱりねあのプレステ5も一緒、そしてクロスプレイができるなんていうと時間かかりそうなんで、スイッチ、まあスイッチは持ってるんで、まあでも2年3年ってなったら新しいスイッチっていうかね、そのスイッチプロみたいなのも出るのかな、まあ、そういうのも期待しつつね、ぜひともみんなとコミュニケーション取りたいなと思います。まあねどうなってるかねこのね、で前の動画にも言ったんだけど、もう本当にね公式さんの方がね何かアプローチくれるんであれば、このナリ TV だけじゃなくてその、吉田リチャンネルっていうねちょっと大きめな方のチャンネルでもどんどんガシガシアピールしていくんで、皆さんよろしくお願いします。さあね、いい試合になってる、6対0ですね。もう後半11分ということで、さあどうですか、なんか聞きたいことある？もう今から本当にねもうコミュニケーション取っていこうという風な感じにすごい思ってるんで、まあ2年間ねのんびりとねコミュニケーション皆さん取っていけたらなと思います。まあちょっとね、まあ、ちょっとまだ時間あるから SD のことに関してちょっとだけ話そうかな。SD 前も言ったと思うんだけれども、多分ね有名な YouTuber の人はちょっと多分やってなかったと思うんだよね、あんまりガチャ動画ぐらいで、自分もそこしか出しづらかったっていうか、やっぱ稲妻イレブンの一番の魅力っていうのはこの必殺技だと思うんだよね。すごい多くの必殺技があって、やっぱそれを見るのが楽しみなんだけれども、やっぱどうしてもね SD っていうスマホ端末になって1試合の時間っていうのは短縮しなきゃいけないんで、必殺技一つ一つのねモーションっていうかそれも短かったし、まあ何よりもねやっぱ音楽なんだよね。やっぱりこの動画でも何でもやっぱり音楽ってすごい盛り上がる様子なんだけれども、それがねやっぱね著作権でいろいろと厳しくて、出しちゃダメなわけじゃないの、認めてもらってるの、著作権側にね、ありがたいことに認めてもらってるんだけれども、その代わりその動画で得れる収入は全部著作権側ですよっていうことで、この配信者側はね音楽が入ると自分にはなんだろうな、収益が得られないっていうことになると、どうしてもねやっぱり、まあ、自分の場合 YouTube でご飯食べてるわけじゃないんだけれども、 YouTube である程度ご飯食べてるような人たちとか、それを期待している人たちにとってみたら、作った分だけ意味がないっていうわけじゃないんだけどさ、そういうふうになっちゃうっていうことで、まあ、音楽を変えるとかっていう方法もあるんだけれども、そういうところでねなかなか難しかったんだなと思います。まあ、やっぱりね若い人だとやっぱ YouTube 見てそういう動画を見て盛り上がっていくっていう、そういう盛り上がり方もすごくあると思うんで、そういう点で動画が上がらなかったっていうのが多分ね、それ気にせない人たちはいいの、もう収益化は関係ない人たちね、チャンネル登録者数もなくて、例えば本当にただの本当の趣味でやってるような人たちにとってみたら全然関係ないんです。ね、むしろねメール来ないんじゃないかな、著作権でなんていうメールもしかしたら来ないかもしれない、パソコンで開いた時に気づくぐらいな感じで、だからあんまり問題ではないんだけれども、そうなるとやっぱり盛り上がりっていうか、本当ねあまりね配信とか登録者数が少ないような方にたちだけがやっちゃうねちょっと感じになっちゃうと、やっぱり盛り上がりがないんじゃないかなというんで、ぜひねここら辺のゲーム音楽っていうのはなんかね考えて、その全て全部、いや著作権というのは大切ですよ、なんだけれどもこの配信する人たち、動画配信する人たちっていうのも、その稲妻イレブンをねすごく広めてくれる
大切な、ね、人たちだと思いますんで、レベル5さんそこら辺ねちょっとね少し考えてもらえると、あの有名な YouTuber さんやってくれますよ絶対に。あのこの案件だけとかじゃなくて、そのそこに新たなね、あの層が、ファン層を作れるなんて思ったら、稲妻イレブンのゲームファンはかなりいると思うんで、有名なちょっと大きいチャンネルの人たちもやってくれると思う。多分ここにでもね、ここに著作権のが網があって、動画出すたびに全部著作権でなんて言うと、あの有名な人たちは絶対やんないから、やるとなったらまあ、うん、さっき言ったような感じかな。俺もそしたらもうちょっとあの大変なんだけれども、もし動画にするときには、BGM 切って、他の BGM 乗せてなんていう、ちょっとねあの手間を一つ加えながらなんて感じでやっていくのかな。ねこの BGM 結構厳しいのよ。あ、もう終わるところだね。ほんと多分ね5秒か10秒ぐらいかな。本当にちょっとでもね一致してるだけで著作権がね、これね多分著作権でもある程度多めに見るところと厳しいところがあって、レベル5さんの音楽に関して言えば厳しかったのかな。あの全体的にはレベル5さんは緩いと思うよ。あの著作権に関して随分あの多めに見てくれてるんだけれども、この音楽に関して言えばちょっと厳しかったかなっていうのが感想です。さあ終わったね。さあ終わった終わった、無事に終わりました。こんな感じでね、もう少しで動画も終わるんですけれども、何が言いたかったかっていうと、みんな発売したら盛り上がろうぜ、それまでは俺この動画イラストの動画出すからっていうことですね。でイラストの動画に関して言えば、さっき一番冒頭にも言ったんだけれども、音声なし、解説なし、実況なしっていうのを裏なり TV の方に出しますので、ぜひねそちらがいいっていう人はそちら、ごめんなさい、チェックしてみてください。またねこう、どう実況だったりこうやって雑談みたいなことを聞いてもいいよって方はこちらのチャンネルでよろしくお願いします。では次の動画でまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。